こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では40代から身につけておきたい5つの習慣というテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。僕自身はですね、まだギリギリ30代なわけなんですが、僕のですね、普段スタイリングをしているお客様はですね、割と40代の方も多いですし、今動画を見ていただいている方はですね、30代の中頃から40代の男性が非常に多いんですね。ですので40代の男性が、こういった点を気をつけておくと、これからのファッションがより素敵に見えるよということをですね、皆さんと一緒に今回はシェアをしてみたいなというふうに思ってます。僕自身もですね、これから40代を迎えるにあたって、この5つはですね、改めて気をつける必要があるかなと思いますので、ぜひ動画を見た方はですね、この中から1つでも2つでもいいので、ぜひ明日から試していただければなというふうに思っています。最近僕自身よく感じているのは、30代といっても30代前半から中盤後半とかなり幅が広いわけで、僕もですね、30代後半になってやっぱり30代前半と似合うものも変わってきたし、考え方なんかも変わってきたわけですね。ましてやですね、それが40代50代になってくると、やっぱり自分の年齢だとか周りとのですね、調和も含めてどのような着こなしが求められるのかはですね、変わってくるかなと思うので、ぜひですね、今回ご提案する5つの習慣を見直しながら、今の年齢だとか今の時代に合った着こなしにですね、アップデートをしていただければなというふうに思っています。こちらの動画では大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては、もう一つですね、僕が運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的にですね、5つの項目についてお話をしたいなと思ってるんですが、まずは1つ目、これがですね、一番重要かなと思ってるんですけども、これはですね、クローゼットのリセットですね。40代になるとですね、もうすでに自分の価値観だとか服選びのですね、基準というのが明確になっていて、いつも同じようなものばかりをですね、買いがちなんですね。また結構ですね、使ってるお店なんかもですね、20代の頃からあまり変わってないという方が少なくないかなと思うんですね。ですので、クローゼットの中を開けると、もうかつては似合っていたけど、今着ると微妙な服がめちゃくちゃたくさんあるかなと思うんですね。これはなぜ僕がわかるのかというと、結構ですね、スタイリストをやってる中で、いろんなお客様の自宅に行って、クローゼットの中を拝見する機会が本当にたくさんあるからなんですね。そうなると結構ですね、40代以降の男性だと、もうたくさんの服を持ってる方が少なくないんですね。というのも結構男性って物を捨てるのが苦手だという方も少なくないからなんですね。そして気に入ったものは長く着るという習性もあるので、自分にとって着慣れた服をですね、ずっと着てしまってる結果、今持ってる服が今の時代だとか今の自分に似合わないということも少なくないので、40代になったらまずはクローゼットを一旦リセットする。これがですね、ものすごく重要かなというふうに思ってます。僕自身もですね、改めてクローゼットの中を見てみると、やっぱりですね、3年以上前に買った服というのは、どんなに良かったものもですね、ちょっと違和感があったりするんですね。それは今のやっぱり自分の雰囲気だとか、立ち位置に合わないなという感じだとか、あとはですね、トレンド感っていうのも、やっぱり年々ですね、スピードが高まっていて、切り替わるタイミングというのがちょっと早いような気がしてるんですね。もう少し前だとベーシックで良いものであれば、結構ですね、5年以上使えるものも多かったんですが、そのあたりのですね、時代の変化というのがちょっと早くなってるのかなと思っていますので、ぜひ皆さんにもですね、クローゼットの中を開けてもらって、ちょっとこれは今の自分には似合わないなというものはどんどん手放した方がいいかなと思いますし、1年以上着てない服なんかをですね、これから先着る機会は間違いなくないかなと思うので、そういったものは手放しながら、なるべくですね、クローゼットの中をスッキリとさせた状態にするということ、これが大切かなと思ってます。僕がですね、普段スタイリングするときなんかはですね、どんな服を持っているのかを事前にお伺いをして、結構ですね、手放してもらうんですね。場合によっては持ち物のですね、7割から8割ぐらい手放していただくことも少なくないんですね。それぐらいですね、40代になったら1回リセットをするということが大切で、これができるとですね、結構これからのファッションというのがガラリと変えやすいかなと思うので、ぜひですね、新しい習慣としてクローゼットのリセット、これはですね、ぜひ損はしないので、皆さんにはやっておいていただきたいなというふうに思っています。
はい、続いて2つ目の項目なんですが、全身ファストファッションブランドの服をやめるというものなんですね。まあ、こちらのチャンネルでは主にですね、ユニクロだとか GU だとかグローバルワークだとか比較的価格帯の安い服をですね、ご提案することが多いんですが、かといって全身でファストファッションブランドの服だけを揃えてしまうのはですね、結構危険かなと思ってまして、それはですね、30代前半だとか中頃であればなんとか似合うんですが、まあ、40代以降になってくればやっぱり体型の変化もありますし、肌の質感だとか髪の毛の量だとかそういったところにも変化もありますし、まあ、雰囲気もですねだいぶ大人っぽくなってくるので、そういった時にですねファストファッションブランドの服、確かに物はいいんですよ。ユニクロなんかは本当にデザインもいいし素材感もいいので、まあ、確かにおすすめではあるんですが、もうちょっと価格帯を上げてセレクトショップのオリジナルだとか、あとはですねちょっと良いブランドのもの、例えばジョンスメドレーのニットを着てみるだとか、ボトムスインコテックスのものを入れてみるだとか、ちょっとだけでもいいので、いつものユニクロのアイテムにですね少し良いものもミックスさせた方が僕はバランスが取りやすいのかなというふうに思っています。で、ちょっと話は変わるんですが、ありがたいことにですね、最近 YouTube を見ていただいた方からですね、スタイリングのご依頼をいただくことも結構増えているんですね。そうなると、その方はですね、結構僕の動画を見ながら、ユニクロのアイテムで全身をコーディネートしてあったりするわけですね。それはそれで結構まとまりがいいんですけども、そこに対して今度はセレクトショップのアイテムを追加していくと、まあ、デザイン的にはそこまで大きな違いがなかったとしても、生地の質感だとか、色合いだとか、あとはデザインの細部の違いだとか、そういったところにも明らかに差があるということはですね、結構皆さん感覚的に理解していただけるんですね。ですので実際に新しい服を着ながら、やっぱりちょっと価格を上げると違うんだなというのをですね、皆さん実感していただいているので、まあ、まずはですね、ユニクロだとか GU を使いながらファッションのベースを整えるというのは、ファーストステップとしてはすごくいいかなと思うんですが、40代以上になったらそれだけではなくて、ちょっと良い価格帯のものもミックスするということ、ここはですね、ぜひ皆さん意識をしていただければなというふうに思っています。まあ、ユニクロの上、どんなブランドがあるかに関しましては、また他の動画で解説をしているんですが、まあ、具体的にはグリーンレーベルですとか、ナノユニバースですとか、エディフィスですとか、あとはユナイテッドアローズですとか、このあたりがですね、取り入れやすいかなと思うので、こういったところを混ぜ込みながらですね、今の自分に合うような質感の良いものもですね、ファッションの中に取り入れていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、やや綺麗めな着こなしを意識するというものなんですね。まあ、これもまたですね、結構重要で、まあ、30代後半の僕もですね、すごく最近実感してるんですが、カジュアルなものがですね、なかなか似合いづらくなってきたなというのをですね、すごく実感してるんですね。まあ、例えばどんなものがあるのかというと、短パンですとか、サンダルですとか、プリント T シャツですとか、あとはアクセサリーですとか、こういったものなんかはですね、本当に30代中頃までは難なく着こなしてていたんですが、40代がだいぶ近づいてくるとですね、なかなかですね、違和感があってしっくり来ないなと感じることが少なくなくなってきたかなと思うんですね。まあ、確かにですね、40代だとか50代になってくると雰囲気も大人っぽくなってくるので、それに対してアイテムがですね、カジュアル一辺倒なものだとどうしてもですね、自分の見た目との間にギャップが生じてしまって、なかなか似合いづらくなってくるという問題があったりするんですね。今撮影しているのは夏なんですけども、この時期であったらプリントの入った T シャツよりはやっぱり無地の T シャツの方が似合いやすいですし、さらに言うのであれば襟付きのですね、リネンシャツとかを腕まくりをしながら着た方がやっぱり似合いやすかったりするんですね。ここはですね、この1年間ですごく実感してるんですが、たった1年経っただけでも本当に似合うものは変わってくるかなと思うので、ぜひ皆さんにはですね、ちょっと綺麗めの着こなしというところは意識をしていただけるといいのかなと思っています。まあ、そういう僕自身も今ジャケットを羽織っていますが、やっぱりですね、このようなネイビーのベーシックなジャケットに関しても20代30代の頃よりも40代以降の方がですね、似合いやすくなってくるんですね。特に40代以上の男性がよく見てるようなルッチカーレさんだとか、あと星葉さんの動画だとか、そういったところにもですね、結構綺麗めなアイテムって多いかなと思うんですね。イタリア系のブランドの中にはシャツだとか、あとはジャケットだとかニットだとか、あとはボトムスもですね、テーパードの効いた綺麗めのものが多くなってくるかなと思うんですが、やっぱりそれはなぜかというと、40代以降の男性だと綺麗めのアイテムの方が似合いやすいからなんですね。
もちろんカジュアルなものが絶対似合わないというわけではないんですが、そういったものを着こなすにはある程度のスタイルの良さだとかセンスというものが絶対的に求められるわけなので、一般的な男性であれば少し綺麗めを意識して全身がカジュアルになりすぎないように、ここのバランスを取ることはめちゃくちゃ重要かなと思うので、ぜひですねちょっと綺麗めの着こなしというところをですね意識をしていただければなというふうに思っています。まあ、夏場で言ったらリネンシャツだとかオープンカラーシャツだとか、こういった襟付きのものを着てみるだとか、ボトムスもショートパンツではなくてイージーパンツのようなロング丈のものでちょっとスラックスっぽく見えるものだとか、あとは足元はサンダルではなくて白のレザースニーカーだとか、まあ場合によってはサンダルはグルカサンダルのようなちょっとレザー製のですね小綺麗なものを選んでみるだとか、こういったものを選んだ方が40代以降の男性には似合いやすいので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、これはですね清潔感にとことんこだわるという点ですね。まあ、この清潔感というキーワードは女性から出ることが少なくないんですが、40代以降であればやっぱりですねどうしても清潔感みたいなものが少しずつ損なわれてくるので、そこに関してはちょっと徹底して意識するぐらいでちょうどいいのかなというふうに思っています。まあ、具体的にはどんなところを気をつければいいのかというと、例えばですね匂いですね、ここに関しては徹底的にケアをした方がいいかなと思うんですが、まあ例えば体臭みたいなものを意識するということはもちろん大切なので、出かける前にデオドラントスプレーをするというのは基本中の基本なんですが、それ以外にもですね結構洋服自体に匂いがついていることも少なくないかなと思うので、個人的におすすめなのは、まあ、ファブリーズみたいなものも確かにいいんですけども、まあ、最近買ってすごく良かったなと思うのがこちらのマーチソン・ヒュームというブランドの、これはまあ消臭スプレーなんですけども、まあ、洋服用のお手入れスプレーと呼んだらいいんですかね。これがねすごく香りがいいんですよね。僕もですね出かける前に玄関に置いといてシュッと一吹きするわけなんですが、これはですね僕はグレープフルーツの香りのものを使っているんですが、シャキッとしてすごくですね清潔感の漂う香りがするので、こういったものをですねしっかりとかけながらお洋服の香りのケアをするというのもすごくいいかなというふうに思っています。もちろんですね洋服の香りのケアというところにも使えるんですが、表面の汚れをですねつきにくくしたりする効果もあるので、これを一吹きしておくだけで結構洋服の状態がよく保てるので、ぜひ皆さんにこちらをお勧めしたいなというふうに思っています。まあ、清潔感というところは気にしすぎるぐらいでちょうどいいかなと思うので、自分自身の匂いの管理だとか洋服の管理でこういったものを使ってみるだとか、あとはですねヘアスタイルなんかも重要かなと思ってまして、結構ですね40代以降の男性でヘアスタイルあんまり意識してないで、休みの日なんかボサボサの頭でですね外出てる方も少なくないかなと思うんですが、しっかりとですね整髪料をつけておでこを出してあげた方が清潔感は漂いやすいかなというふうに思っています。まあ、最近はですね10代20代の男性だと結構ですね前髪を下ろしている男性も少なくないかなと思うんですが、まあ、僕らのような30代後半から40代以降の男性に関してはやっぱり額を出してあげた方が清潔感みたいなものは漂いやすいかなと思うので、まあ、休日であってもしっかりとですね寝癖を直してある程度のヘアセットはした方がバランスが良く清潔感が漂いやすいかなと思うので、この清潔感に意識するというところはぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね他人からの意見を積極的に取り入れるという項目なんですね。まあ、結構ですね40代以降の男性になってくると自分のスタイルというものが明確で意外と頑固になってくるんですね。そして一度自分が決めたスタイルというのはなかなか崩さずにずっとそのまま行く方が少なくないかなと思うんですね。それというのは僕自身もですね結構反省があって、一度決めたものをですね結構何度も何度も繰り返しやってしまうことが少なくないので、そこに関しては他人の意見を聞きながらある程度柔軟性を持って自分のスタイルを見直すということ、ここは重要かなと思っています。ですので僕自身も一番身近な女性である奥さんにですね自分の着こなしについて聞いてみたりもするわけですね。僕も一応服のプロとしてやってるんですが、そういった立ち位置であっても自分をですね客観的に見るということはなかなか難しいので、奥さんの意見であったりだとか、あとはファッションのプロである店員さんの意見を取り入れながら今の自分のスタイルが偏ったものになってないかだとか、客観的に見て違和感がないかというところをですね定期的に第三者の意見を取り入れながら徹底的にですね見直すようにしてるんですね。まあ、このような他人目線というのはある程度年を重ねていくごとに僕が大切になってくるかなと思うので、自分のスタイルというものは尊重しながらも定期的に身近な方だとか店員さんのアドバイスを取り入れながら今の自分のスタイルというものをぜひ皆さんも見直していただければかなというふうに思っています。
はい、ということで今回の動画では40代の男性に取り入れていただきたい5つの新習慣というテーマでお話をさせていただきました。どれもですね、僕自身すごく反省する点が多くて、改めて意識しなくちゃいけないなというふうに思っています。ぜひ皆さんもこの中から気になるものがあったら、1つでもいいですし2つでもいいですし、取り入れていただければなというふうに思っています。まあ、改めてですね、年を重ねるごとに似合うものっていうのは変わってくるなと思いますし、あとは今の時代の雰囲気だとか、今の自分の立ち位置だとか、こういったものもですね、変わってくるわけで、まあ、節目節目に今の着こなしが今の時代にフィットしているのかはですね、見直してみるのがいいかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。